廃墟になってしまった祖母の家、 DIY 素人の兄弟で再生、廃墟復興を目指して。
ここはだいぶすっきりしました。かなりの量になってきました。雑草に隠れてただけで実際はこんだけになってました。今日はここの前回取り出した廃材を片付けていきます。Thank you.
土がいっぱいついてる。根がもう。本当だね。パンパンにしちゃうとね。重さがオーバーになっちゃう。